はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジーを始めていきましょう。今回から新イベント、ナイト館で笑えないを見ていきましょう。メイド長来ました。いや、神社はもう忙しいやろうに。ご主人様。ということで、これが遊び方です。この子かわいいな。星音だけどな、仲間にしたい。今度は綾子。畑って本当に掃除道具か？窓が割れたんだが。エターナルちゃんのことを考えてたら一日なんてすぐね。エターナル、どうも。お、ありがとうございます。なんで？どうも。あ、そっか。ふむふむ。ええ。ということは、うん。感謝いたしますわ。うわあ！ですので、メイドになるんだよ。なんで？シャバ言うな。よ。そらね。まさか。あ、そっか。もしかすると、やりました。ふむふむ。確かにそうですね。ですが、調子はい、このあ、ふむふむ。バイトしなきゃ。あのケーキ屋以外で条件いい店ないかしら。さて、まずは土属性か。
松尾とエリコ、一丁やってみるか。まさか。いい。そんなわけないわよ。そんなわけあるわよ。ちょっといいですか。なんで。ですが、どうでしょうか。はあ、悲しい。私がこれ式のことで断りづらい。ええ、もう全くちょろすぎる。まさか西山じゃないんだから。なんですって。うん、うん、やりました。いやそう。ところで、おーい、ありがとうございます。どうしましょう。でしたら配信の鬼やりました。感謝いたしますわ。本当にね。あははは、はそうですね。ええ、あらら、こんなところで。悪いな、思いっきり行くぜ。応援の力はすごいんです。サポートだって大切なんだからね。で、こうしてあげる。こんなことでよければ。ちょっと、ほら、手伝ってやるよ。ダダンとメルコには、こうよ。動きが鈍いぜ。誰も怪我させません。攻撃したらどうなるか、試してみる。まだまだ。ちょっと、こういうの行くからね。えい、俺大丈夫ですか。慣れないことしちゃったから。じゃあ、ね、ごめんなさい。ごめんなさいっていうか、じゃあねというか、どっちなんだろう。はあ、これスキルを再利用して、こっちかな。応援の力はすごいんです。悪い子誰だ。あ、変えてもよかったな、キャラを。誰も怪我させません。え、こんなの聞いてない。絶対大丈夫だから。飲んで飲んで。こっちもコルクイチェンジ。こっち怒る攻撃のみないんだよな。攻撃は最大の防御。みんなのおかげ。孤独の武器変えればいいと思う。孤独の武器は攻撃になってるから、あの、どうでしょうか。使いづらいんだ。はわわ、きつそう。いいやん。だけど、そうだね。そのまま。うんうん。ちょっと何よ。ええ。うわ。
ちやほやされるの、最高。ひなかりな声、ボイスで言うと説得力がすごいあるな。出すだけで。ところで、どうでしょうか。モル？え？もしかすると。そうかもね。いえいえ。あ、そうそう。ところで。先生は？もう。いいやん。だけどさ。そうかな。違います。うん。こしゃりならない。口が悪いな。あはははは。近藤のやつ、また余計なこと言ってないわよね。三節。よろしいかしら。うん。本当にね。そうだね。やあ、僕はチモシー。来た、チモシー。やった。ありがとう。スノーボイス。どうですか？なるほど。うん。確かに。なにこれ。もしかすると。狂乱？近藤のやつ、また余計なこと言ってないわよね。メイドを舐めないでくださる。あら？うむ。だが、うん。お？そこまで。そうなるんか。ということは、ご主人様、学級崩壊。エターナルちゃんのことを考えてたら
一日なんてすぐね。骨折。これは土属性だから風属性のキャラクターってことになりますね。コルクは早く100位達成したいので出したいからな。もうボーナスつくんですね。パーティーに入れてない有識の方も入ってる。今90なんですね。これでもオーバーしない。行きましょう。みんなを仕切るなんてできる。ご主人様。ペロ。ペロ？あららららら。うわ。ねえ。ペロ？うわ。あの、おう。うむ。すごい。スティール。すごい。どうだ？はわわ。落とし。はわわ。だけどさ。ねえ。私には刺激が強すぎます。うん。ねえ。お、写真ロボだ。よし、頑張ります。対決なんかよ。フレー、フレー、みんな、無事に帰ろう。当たってください。やば。あとは任せて。水島は日本に帰ろう。こんな感じで、どうですか。これなら大丈夫かな。汁物全部こぼせ。47。ネットで汁物全部こぼせ。
お、動かない。いきますよ。はい、これで透明させそうですね。スノーマンブリザード。よし、スノーマンブリザード。進んでください。鈴立てだけに。きっと勝てるって思ってました。お、何かあるんだろうか。エターナルちゃんのことを考えてたら一日なんてすぐね。すがすがしい朝だな。頑張ろう。畑って本当に掃除道具か？まだバイトしなきゃ。あのケーキ屋以外で条件いい店ないかしら。はい、ということで今回は、メイド館で笑えないシナリオクエスト前編をお送りいたしました。おそらくこれ全3回になるかもしれない。次回もお楽しみに。そしてよろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。このキララファンタジアですね、遊んだ記録説明欄にプレイリスト URL 載せております。ぜひご覧ください。また説明欄にはブログ、ツイッターの URL も載せております。よろしければこちらもご覧ください。この動画の最後の20秒で関連動画、動画プレイリストを表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。メイド館で笑えないシナリオクエスト前編をお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。